特に国によって違いは意識はしないようにしているんですけれども、アジアの学生さんは漢字圏の学生さんも多いので、漢字が分かる人で、またヨーロッパの学生さんは漢字がなかなか馴染みがない人も多いですので、漢字を教える時とか、あと読解で漢字が多く出てくる時には、漢字のフォローだったり、漢字の形を取ったりだとか、きれいに書く練習というのも含めて、地域で指導方法というのは意識するようにしています。学校にはコースが2つありまして、1つが進学コース、1つが短期オリジナルコースです。進学の学生さんは関西を中心に有名な大学にも行けますので、大学に行きたいという人におすすめです。それから、短期オリジナルコースは日本文化が学べるコースですので、京都に住んで日本文化を体験したいという学生さんにおすすめのコースです。進学する学生さんは自分の進路に合わせて大学院とか大学専門学校に行っています。関西を中心ですが、関東その他の地域にも自分の希望に合わせた、進学先に行っています。就職の学生さんもいろんな会社に就職しているんですが、特に京都は観光客も多くて、ホテル、不動産業が盛んです。で、学校で学んだことを生かして自分の国と、日本をつなぐような仕事をしている方が多くて嬉しく思っています。年に4回、最低4回は進学コースで課外授業があります。一つがスポーツの大会ですね。それからスピーチ大会があります。これは授業で勉強したことを生かしてスピーチをするような場所です。そしてクリスマスパーティーや、バス旅行がありますね。バスで1時間くらいのところに行くような旅行があるんですが、すごく楽しんでくれている様子があります。京都に住むのはとても楽しいと思います。日本文化が身近に体験できますし、街に住んでるだけで日本を体験できると思います。そんな京都に住んで ISI で日本語を勉強してみませんか？私たちみんな待っています。